シオンさんも少しは手伝ってください女の子に重いものを運ばせようって言うんですかそんなだからいい年になっても相手が見つからないんですよ監督はえーとですねそういうのを曰くこう言いますえー、余計なお世話です さてシオンさんはどうしますかあなたここまでは何で来ました自転車でした積んで送って差し上げますよスクーターだからいいですお心遣いだけで嬉しいってことにしときます今日は来てくれて嬉しかったですよやはりマネージャーさんがいないとパッとしませんからねまだ私マネージャーなんですか 一年も丸々サボってんだから、こんな無能マネージャー、いい加減に解雇するべきだと思いますよ。ええ。シオンさんが辞めたいって、自分で言えたら、いつでも解雇してあげますよ。チェ。ずるいな。早く解放してくださいよね。試合があるたびに来ないかと電話がかかってくるの、もううざくて叶なわないんですから。 シヨンちゃんももっともっと素直になればとってもキュートで可愛い女の子なのにお父さんは悲しいですよ一体どこでねじ曲がってこんなにひねくれてしまったんだかああお父さんも愛の抱擁で力強く包み込めば目が覚めますかでしたら遠慮なくほーらー 何も変わってない。監督が変な人で、みんなの賑わいも何も変わってないのに。サトシ君だけいない、とおっしゃりたいのですか。<laughs> 帰ってきますよ、きっと。待っている人がいるんですから。ふっ。勝手なこと言っててください。 彼も罪作りな人ですよね。こんな可愛い彼女を置き去りにして、どこへ行ってしまったんだか。えたか、彼女誰が。誰が。えあっははは。ははは。 で笑ってるんですか、監督。はははははは。ではまたお会いしましょうね。試合にもたまには応援に来てくださいよ。まあ気が向いたら私。 マネーージャーなんか全然もうやる気ないんですからいいんですよあなたが嫌ならいつでもクビにしてあげますよ嫌がるのを無理やりってのは私の性分ではありませんからねフッチェッあはいはいすみませんねすみませんね私の負けです 気が向いたらまた応援に来ますので、今日は寛にしてください。<laughs> おっと、もうこんな時間。機材返す約束の時間が。先方を、もうだいぶ待たせてますね。では今日はこの辺で。また次の試合でお会いしましょう。 気が向いたらね。さよなら、監督。 フふ、<laughs> 出ましたねロンチュン・ドラさんんです。えー、なんすかそれなんでドラが3つも入んすかバカンが大石が転廃したんの分かっててカンドラ増やしよってからに自業自得じゃぞ さらしたらドラを上乗せするぐらいしかやることないじゃないですか夜会はさらしたらドラそばは切っちゃダメですよ <laughs> うん時に大石さんどうですか割れましたかなんじゃいあ,あ 例のドブ川惨殺死体の話かのう何か手がかりはあったのかねえまあ。村はそっちで取ってくださいよさすが何者です仏間宮里奈本名は律子シシボネ・フラワーロードにあるブルーマーメイドってキャバクラに勤めてたみたいっすやれやれ そらやばい店じゃな。確か、その崎系の若頭の店じゃろ。その崎あった、S 号関連か。難航しそうな山だな。噂じゃ仏さん、その崎の上納金に手をつけちゃったらしいっす。話じゃかなりシャレにならない規模らしいっす。女が上納金に手を出した。 裏に男がいそうじゃの女の単独犯なんてそうそうないぞ <laughs> どうせもう死んでますよ死体がまだ出ないだけでそうそうおいシさん女の同居人生きてるみたいですよ生きてるじゃこれから死ぬんでしょうね 害虫が害虫を駆除してくれるんだから本当に素敵な事情機能だと思いますよその紐なんですがね北条鉄平なんですよあの北条誰だよ北条鉄平去年日南沢で起こった主婦撲殺事件の仏のご主人ですよ事件の後姿を消したって聞いてましたけどそうか その女のところに転がり込んでたか。ますますに、その先の匂いがプンプンだの。彼氏は今どこに女のアパートに同居してたんすがね。女が自分を捨てたと思ったみたいで、店や溜まりのあちこちを探し回ってるらしいっす。